中の茨城散歩ゆるゆるゆるの旅始まります。今日は茨城県の常陸太田、道の駅の常陸太田に来ました。今はですね、県北芸術祭をなんかやってるみたいなので、アートを鑑賞しに行きたいと思います。イエーイ。常陸太田ってブドウがすごい有名らしくて、ああいう風にいろんなところにブドウの看板があるし、なんかやっぱ入り口にすぐブドウが置いてあります。美味しそう。今やっぱ時期なのでね、食べたいですね。試食がありません。食べたい。常陸太田はお米もすごい有名で、なんか昔天皇陛下に献上米として任命された任命されたぐらい有名らしいです。皆さん献上米って知ってますか？なんか品質が良くないと献上できないぐらい品質がいいみたいです。でも茨城がお米有名って知らなかった。果物はありそうだけど、お米も有名なんです。皆さん食べてみてください。では道の駅の中にあるこちらパン屋さんに来ました。なんかめちゃくちゃおしゃれな空間、行ってみます。すごい、野菜のフォカッチャ、フォカッチョ、フォカッチャ、なんか初めて見るのがいっぱいです。え、おいしそう。なんか全部おしゃれ、おしゃれだよね。すごい。食べたい。お腹空いてきちゃう。オレンジのパン、かわいい。デザートみたい。フルーツのクロワッサンとかいっぱいあります。お願いします。はい。ほら、すごいいろんな、米ソフト。どんな味なんですかね。でも私は巨峰を食べます。わー、やった。ありがとうございます。イエーイ。え、すごいいい匂い。めっちゃいい匂い。こちら道の駅にある春菜というレストランに来ました。美味しい食べ物だったりアートが飾られてるみたいなので見てみたいと思います。これは内海さんのアートですね。星なんですけど、なんか私がここに来る前になんかスターのアートを見に行くよって言われてて、ちょっと思い浮かべてたスターはこんなに大きくありませんでした。めっちゃでかい。ピザ焼いてる。美味しそう。ピザが世界一好きなので本当にもう食べたい。ねー。